カメラサービス。コシナ、ベッサ、R、2、A の使い方の動画です。AE 内蔵の M マウント、レンジファインダー機です。この動画は、初心者向け、フィルムカメラの使い方、シリーズです。それでは、軽く使い方を、見てみましょう。AE モードにセットします。巻き上げます。絞りを、決めます。ファインダーで、ピントを合わせます。シャッターを切ります。難しいカメラでは、ありません。それでは、各部の、詳しい操作を、見ていきましょう。このカメラの最大の特徴は、M マウントであることと、AE が作動することです。ライカのレンズが使用できます。レンズを交換してみましょう。ズミクロン 50mm を装着してみます。この時に忘れずにブライトフレームを設定しましょう。レバーを50にセットします。覗いてみます。35から50ミリのフレームに切り替わりました。ピントの合わせ方。レンズのピントリングを回すと、ファインダー内の二重像が動きます。これを一致させると、ピントが合います。はい。何ミリのレンズをつけても、同じようにピント合わせができるのが、レンジファインダー機の魅力です。AE モードでの、撮影方法を説明します。AE とは、露出優先オート、絞り値を自分で決めれば、シャッタースピードは勝手にカメラが選んでくれる機能です。ダイヤルを引っ張り、フィルム感度を合わせます。A にセットすると、このように、プラス、マイナスにダイヤルを動かすことができます。被写体を見て、この場合はプラスとか、マイナスとか、露出を補正することができます。真ん中のボタンを押して回すと、マニュアルで、シャッタースピードが決められます。補正の有無、加減は、たくさん撮影して、体で覚えてください。このボタンは、AE ロックです。ボタンを押した時の構図で、露出が固定されます。普段は便利な AE 機能は、時として補正が必要になります。シャッターボタンを半押しにすると、ファインダー内にシャッタースピードが表示されます。レンズの絞りを動かすと、カメラのシャッタースピードが、自動で調整されるのが、ファインダー内で確認できます。最高速の2000が点滅している場合は、露出オーバーですので、レンズの絞りを絞り込みましょう。フィルムを入れてみましょう。巻き戻しクランクの、横のレバーをずらしながら、ノブを引っ張ります。裏蓋が開きます。わかりやすいように、白いダミーフィルムを使います。スプールの、この方向に、フィルムの先端を差し込みます。この状態で、2、3回巻き上げ、スプールに巻きついていることを確認します。裏蓋を、閉めます。シャッターを切りつつ、カウンターが1になるまで巻き上げます。忘れてはならないのが、フィルム感度の設定です。これで準備完了です。撮影に出かけましょう。撮影が済み、フィルムを巻き戻すまで、裏蓋は開けないでください。レバーが、硬くなりました。巻き上げが硬くなったら、フィルムがおしまいです。フィルムを、巻き戻しましょう。底面のポッチを押して、クランクを引き出し、矢印の方向に回します。クランクが軽くなったら、巻き戻し完了です。そのまま、クランクの
ブを引っ張り、フィルムを取り出しましょう。コシナ、僕とレンダー、ベッサ、R2A は M マウントなので、LM リングを使うことで、L マウントのレンズも装着できます。ほとんどの M マウント、L マウントのレンズが装着できますが、後ろ玉が極端にでかいレンズは装着できなかったり、正しく露出を測れなかったりすることもあります。お気をつけください。